皆さん、こんにちは。小室圭さんと眞子さんの引っ越し報道とともに注目を集めているのは、圭さんの母の佳代さんのアメリカ滞在情報です。宮内庁は情報入手に積極的に動いていると言われていますが、具体的な状況はどうなのでしょうか。小室夫妻が暮らしていたとされるニューヨークヘルズキッチンの部屋は11月中旬に空室となったと報じられています。夫妻は2021年に渡米して以来およそ2年間ここで生活してきた。圭さんは通勤が便利な法律事務所ローウェンスタイン・サンドラーに勤務していましたが、広さが40平米ほどの1ベッドルームということもあり、仮の住まいでしかないのではとの見方もありましたと担当記者は語ります。実際圭さんは今年2月にニューヨーク州で弁護士登録し、年収は推定で約3000万円に増加したと報じられています。物価が高いニューヨークで眞子さんが元皇族として品位ある生活を維持するにはそれでは十分でないかもしれません。しかし法務助手時代の年収600万円と比べてみれば多少余裕ができたと前室の担当記者が言えそうです。物件探しにも力を入れているようです。そこで新しい住まいとして選ばれたのがニューヨーク郊外の2億円の邸宅です。敷地は480平米で3つのベッドルームと2つのバスルームを備えており、家賃は月150万円程度と言われています。この物件が具体的に浮かび上がったことで新しい家族を迎えることを考えていると理解できました。これまでの共同住宅は騒音などが気になり子育てには不向きだったのでしょうと担当記者は解説しています。新居として選ばれた邸宅は新しい住人を迎えるためにリノベーションや清掃が進んでいるとも報じられています。宮内庁も当然これに注目しているようです。どこであれ自宅が変わる場合はセキュリティ対策が必要ですし、報じられている物件でなくても新しい家族を迎える可能性があるとして、その点も慎重になっているようですと担当記者は述べています。その中には圭さんの母佳代さんも含まれるでしょう。圭さんは佳代さんのことが心配です。佳代さんは体調不良を抱えており、父親も高齢なので体調に不安があります。ただし佳代さんとの同居には眞子さんが一貫して反対していると伝えられていますと担当記者は語ります。しかしその状況に変化の兆しが見られるとされています。新しい家族が加わる可能性が高まるとき、佳代さんがある程度の期間だけ滞在するプランがあるようです。ただしそれは長期の同居ではなく、眞子さんにとって頼りになる存在となる可能性があるようですと担当記者は伝えています。2023年は秋篠宮邸の改修工事と佳子さまの別居が話題となりましたが、年が明けても両者の新居には注目が続きそうです。渡米から2年間ニューヨークの高級マンションで過ごしてきた小室圭さんと眞子さんの引っ越し報道には何か変化が訪れているようです。実は10月の中旬以降どのメディアも小室夫妻の姿を確認できていません。どこに雲隠れしたのか、まさに行方不明なんです。在米ジャーナリストの報道だった実は10月中旬以降小室夫妻の姿はメディアに一切映らなくなってしまいました。かつて住んでいた部屋の契約は11月中旬で終了し、新しい住人が入居できる状態になっています。確かに小室夫妻は退去しているものの、その後の行き先が全くわからないのです。一体どこへ消えたのでしょうか。一部のメディアによれば小室夫妻は以前報じられたようにニューヨーク郊外の2億円の大邸宅に引っ越す予定だったといいます。しかしその場所でも彼らの姿は見当たらないと近隣住民が明かしています。少し前まで作業員が何人もやってきて建物の隅々まで念入りに下調べしていました。てっきり小室さん夫妻が引っ越してくるのでその前に大掛かりな改修工事をやるのだろうと思っていたら、内装を少しいじっただけで中断しています。ひょっとすると新居の場所が報じられてしまったのでリフォームの途中で急遽引っ越し先を変えたのかもしれません。だから中途半端なまま放置されているのではないでしょうかと近隣住民が話しています。自宅だけでなく圭さんは勤務先の弁護士事務所にも出入りしていないとのことです。業務の関係で首都ワシントンへ転勤した可能性も噂されています。正式な事例が出るのは早くても年明けになるので
すでにワシントンに移っているとは考えにくい。おそらく新居を知られないため早めに退去してホテルに移ったのだと思うのですが、どこにいるのか見当もつかないんです。前室の在米ジャーナリストの報道だった小室夫妻はどこへ行ったのでしょうか。渡米から2年にわたりマンハッタンの高級マンションに住み続けた小室圭さんと眞子さん夫妻が引っ越すことが報じられ、その際に異変が起きているようです。実は10月の中旬以降、どのメディアも小室夫妻の姿を確認できていません。どこに雲隠れしたのか、まさに行方不明なんです。在米ジャーナリストの報道だった。これまでの住んでいたマンションの契約期間は11月中旬に終了し、21日からは新しい住人が入居可能な状態となっているとのこと。小室夫妻はすでに退去しているようですが、その後の行き先が全く明らかでない状況です。一部のメディアはマンションを引き払った小室夫妻がニューヨーク郊外の2億円の大邸宅に引っ越すと報じていましたが、そこにも姿を見せていないと近隣住民が証言しています。近隣住民の話によれば、少し前まで作業員が何人もやってきて、建物の隅々まで念入りに下調べしていました。てっきり小室さん夫妻が引っ越してくるので、その前に大掛かりな改修工事をやるのだろうと思っていたら、内装を少しいじっただけで中断しています。ひょっとすると新居の場所が報じられてしまったので、リフォームの途中で急遽引っ越し先を変えたのかもしれません。だから中途半端なまま放置されているのではないでしょうか。自宅だけでなく、圭さんは勤務先の弁護士事務所にも出入りしていないとのことで、業務の関係で首都ワシントンへ転勤した可能性も考えられています。正式な事例が出るのは早くても年明けになるので、すでにワシントンに移っているとは考えにくい。おそらく新居を知られないため早めに退去してホテルに移ったのだと思うのですが、どこにいるのか見当もつかないんです。前室の在米ジャーナリストの報道だった小室夫妻はどこへ行ったのでしょうか。眞子さんと熟考の末にまさかの決断へと進む異変の背後には、新たな転居先が浮上しているようです。圭さんが勤める弁護士事務所ローウェンスタイン・サンドラの関係者が明かすところによれば、圭はワシントン D.C. へ行く可能性が高い。昨週に念願の弁護士資格を取得した後、圭はグローバルトレード&ナショナルセキュリティという部署に所属し、G ブリッジというプロジェクトチームに携わっている。このチームにいる圭にとって、ニューヨークでできる仕事はほとんどないからね、と述べられています。G ブリッジは政府機関と企業の橋渡しをするチームで、アメリカが定める国際規定に抵触しないよう、企業に対してアドバイスやコンサルティングを行う主な業務があるとのこと。関係者は、当然ワシントン D.C. にある連邦政府とやり取りをすることも多い。だから、G ブリッジのメンバーはほぼワシントン D.C. にいる。チームの中心メンバーとして活躍したがっている系は、何としてもワシントン D.C. に行きたいはずだよ、と述べています。ワシントン D.C. には美術館も多くあり、眞子さんが学芸員の仕事を望んでいることから、首都への引っ越しにためらいはないと予想されています。ただし問題がないわけではなく、現地不動産会社の社員が指摘しています。ワシントン D.C. 中心部の家賃は、ニューヨーク以上のケースもあります。そのため住むなら郊外が現実的ですが、そうなると車が不可欠。当然計算だけでなく眞子さんも運転免許の取得が必要になります。今に至るまで引っ越し先が確定しないのは、ワシントン D.C. での部屋探しと車選びが難航しているからかもしれません、と述べています。小室夫妻の首都進出が具体化するのは、いつになるかは不透明ですが、彼らが新たなステージに進むために、様々な調整が行われていることが伺えます。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。